じゃあ、一回通して聞かせてください。はい、パブル先生が、うん、あ、今、自分が持ってください。Thank you.
Thank you.
うん、ありがとう。そうだね、まあいろんなタッチは持っていると思うし、その響きも、うん、まあ退屈はしないんだけど、あえて厳しいこと言うと、ちょっとその音形にかなりこう反応しすぎてるというか、そのパターンでなんとなくその音色を、まあ変えないよりはいいんだけれども、少しそのなんていうのかな、まあ楽譜は読めてると思うんだけど、もう少し広い意味でその先にある音楽がまだあんまりちゃんとこう自分の中で、視界が開けてないような感じに聞こえる時、全体をこう聞いた場合にね、出だしはなんか、あどうなっていくのかなってちょっと非常にこう引きつけるものはあったんだけれども、だんだんそれがなんとなくこう、まあ僕もよくやってしまうんだけど、自分が弾けるように弾いてしまってる。わかるかな。なんか本来それはもちろん必ずしも作品が求めてるものと一致するとは限らないんだけど、繰り返しになると、その音形のパターンにね、はまるっていうのはそういうことなの。で、あ、こういう音形はこう取ればいいんだって。でもそれは音楽の作品とはちょっと別のところの話だよね。で、具体的なこと言うと、これもあんまり聞き流してほしくはないんだけど、僕はいつもそれにこだわってるわけじゃないんだけど、大体やっぱこういう曲で落ちりやすいのは、テンポが取れてない。あ、うん、特にこれ4分の4拍子なんだけど、今のそうね、演奏はその3連符が3連符じゃなくて、まあ、なんて言ったらいいのかな、まるでその8分音符、つまり8分の12拍子みたいになってしまって、本来のリタティリタティとかティタタタタタって止まっちゃってるのね。これはテンポが取れてないよね。つまりその拍子に基づいてちゃんとしたそのテンポ感を自分の中でまず構築して、で、できればやっぱりセーブごとに練習しないと、どうしても3連符の中でこの8分音符を歌おうとして、それは無理があるから。で、それに付随して、まあちょっと細かいことだけど最後に一つだけ言うと、その3連符が結構タイでつながるところがあるね、最後の3つ目と次の1つ目が。で、そこもやっぱ止まっちゃってるんだよね。パランパランパランパリって感じだけど、タタタタタタ、もっと視野を広げて、その自然なというか、その音楽に即した呼吸をやっぱりまず作らないと、どうしてもその場その場のなんか音形に自分がまあ、悪い意味で反応して音楽に対応できていないような演奏に聞こえてしまう。まあこの編曲版がどの程度その考え抜かれて作られてるかどうかはちょっと僕は分からないんだけれども、でもやっぱり弾き手によって印象はかなり変わると思うんで、ね、つまり なんとなく今こう考えながら弾いてるみたいな、ね、器用なアレンジャーだったらできちゃうと思うんだけど、でもやっぱそういうところで終わってほしくないので、もうちょっとその、この楽譜に書かれてるその記号としての情報じゃなくて、その先にあるものをもっとちゃんとこれから見ていけるといいかもしれないね、ちょっとあまりテクニカル的なこととは今別のことを言っちゃってるかもしれないけど、うん、さあどこからやっていこうかね。やっぱ出だしから、出だしから、うん、うん、ちょっともう一回弾いてみて。そうね。
なんかマインドを捨てた方がいい。うん、これはこれ、もうね。これはこれなの、あくまで。全然そのたまたま同じ空間で、まあ、その音楽を共有はしているけど、そのキャラクターもそれから役割も、もう本当にみんな様々だから、それをなんか無理にね、みたいな、その辻褄合わせをしない、つま合わせになっちゃうんだよね。なっちゃうから僕もこういう曲は選ばない。いやだって本当に大変だもん。これはキック側はあ綺麗だなって、うん、多分まあ聴けるけど、弾くのは本当に、あ弾くとか、まあ、そういう意味でね、演奏、特に、うん、これね、聴くのと弾くのって大違い。だ僕ももちろん俺も勝った上で今ね、今しらレッスンというのは何か言わなきゃいけない、その難しさを承知の上で言ってるんだけれども、だから逆についつま合わなくてもいいから、もう少しちょっとね枠を外してみて、はい、その小説線、これなんか意味ある、この小説線、演奏上なんかそんなに意識しなきゃいけないのが、いやティーティーイタッツ、そんなもう普通にね、この、まあ、ずるいことしちゃうけど、両手でこの弾いちゃうけど、うん、いらないじゃない、はい、左手だってというか、やっぱ頭で作っちゃうと、なんかこういうことをやりだすのかもしれない。はい、理由は優しかった。なんかさ、曲の作りは違うんだけど、バッハの風が弾く時の、同じような、その縦と横の、うん、その両方をこうちゃんと捉えていかないと、その成立しない、一見ポリフォニーに聞こえないような作品があっても、僕が誰かのレッスンの時も言ったけど、どんな作品もポリフォニーで捉える感覚って僕は必要だと思うんだけども、ね、こんな作品もバッハのね、フーガを弾くような感覚で捉えていかないと収集がつかないよね、っていうのかな、曲違うけど、もちろんバッハもそうだし、ショパンもそうだね、もう逆だけど、こういうことをやってるんで今おっしゃったように、要するに全部メロディーの、その、全部メロディー、もちろん三連符が見えてないんだと思う。ごめん、いい、今の曲なんだっけ？
あの、何だっけ、あの、曲は、だっけ曲じゃない、プレリュードですね。よく覚えてるね。いや、あの、今ずっと考えてたの、3、2とか、3、4とか、ね、あの、確かに僕たち非常に厄介で、ついつい、なんかあまりそこまでこう深く捉えたり全体をちゃんとこう見る前にとりあえずなんかそこにある音で何とかしちゃうんだけど、それはやっぱり繰り返しになるけれども、ただ辻褄を合わせてるような、まあ今のは決していい演奏じゃないよ、ただ一応そのこんな感じという、だから、あの、やっぱ同じことを誰かのレッスンでもやっぱり言ったけど、その結局2対3っていうのはね、曖昧であるわけですよ、だからその曖昧なものを表現するのに、なんか無理やりなんか辻褄合わせるのにね、なんかこう弾いちゃうと、やっぱある意味でこれは曖昧でなくてはそのリズムの上っていうね、まあ曖昧、いい意味での曖昧ですよね、それをなんかその逆のことをやろうとなんか一生懸命してるよね。だからまあそれってまあもしかしたらこじつけかもしれないけど、個人的にはソルフェージュの弊害から来るみたいな、それぞれ正しいリズムで、あの だけどですね、その成分が違うと、そのだってついつま合わせしなきゃいけないから、でこれはやっぱりそのもっと話を広げちゃうと、やっぱりあの宇宙のその法則にのっとって、そういう曖昧さっていうのはあのなんていうの、基本的にいびつなんだよ。その宇宙の法則にのっとって出来上がってるものっていうのはいびつなわけ、まずはそれをいびつなものをわざわざいびつじゃないように何とかしようっていう考え方自体を捨てた方が僕はいいと思う、だからそうするとリズムを、そもそも無意識し、そんなこと考えてないのかもしれないけど、無意識しにこう、ね、それぞれの成分をね正しく正しいリズムでみたいな感じの意識があるからそういうことになるのかもなっていうのも今思った、そうするとこれとこれここで合わせなきゃとかね、なりがちなんだよね、だけど、それぞれがそれぞれにもうその違う声部が自由にし、なおかつ自然に歌っていけばいいことだから、例えばこの瞬間にあった方がいいよねっていうのはあるかもしれないけども、それ以外は多少のそのズレがあろうかなんだろうが、そのいい意味での抽象的な曖昧さっていうのが必要になってくると思うね。どんな曲でもそのそれによって2対3であったりとかね、あのそうこういう言い方もできると思うけど、昔よくそういう例えをしてたんだけど、あのいわゆるそうやってまあごめんね、辻褄を合わせるって多分そんなことは思っては弾いてないと思うんだけど、でも結果的にそういう風になってしまうのは、例えるならあの二人三脚、なんか合わせよう合わせようって思っていなくてもなんか合わせないともう走れないんじゃないかっていう思い込みがどっかにあって、で僕はやっぱそれはあのこういう場合はちょっとまずそこを払拭しないと始まらないと思う。だから二人三脚じゃなくて並走してるんだよ、絶対お互いを縛りつけない、違う方向向いてるのは困るよ、でもいつもそんな見つめ合ってる必要もなくて、同じ方向向いてそれぞれがそれぞれの、まあ、ペースというか結果的に大体このテンポ感だよねっていう感覚で進めていく、だから並走してるっていうふうに僕は昔よくあの生徒たちが言ってたんだ。ただし絶対に今おっしゃられたようなここは本当に息を合わせるよ、ここはちゃんと目線をこちらも送るからそっちも見ててねみたいなものは必ずある、
まあこれまあ元がねシンフォニーだから、指揮者にとっておれば、ね、ここで指揮者見てなきゃいけないっていうところで、もう自分の世界入ってたら指揮棒飛んで、カットしてくださいね。指揮棒飛んできちゃうよ、本当に。うん、でもそれ以外は、うん、そう、もっと。うまいね、レベルの高いオーケストラほど、指揮者はもう本当にポイントしか、ね、そうそうあれしなくて、うん、それぞれの演奏者が自由にある意味で弾いてる、うん、でそれでこう素晴らしい音楽が成り立つっていうね、うんうん、だからまさに本当にその通りで、まあ、それができるのは、まあ、一人一人のねそのソロを信頼してるっていう紛れもないそういう信頼関係があるわけ。で、まあ、その話の流れでいくと今逆の状態かもしれないね、うん、だから一つ一つの、まあ、あえて言うならばパートがもっと尊重されるぐらいに磨かれていかないと、こういうことは自由にって言っても、ね、責任があるから、ね、なかなか今日の明日では出来上がらない、うん、すぐにはできなくていいことだけど、まあ、オーケストラ作品をやっぱ弾くと絶対音が多いから、やっぱそれはとても難しいことなんだけれども、でもすごく面白いことで、うんうん、絶対にいつかそれをなんていうのか手に入れなきゃいけないこと、うんうん、もうだオーケストラの作品を無理やりそれに書いてるわけだから、だから絶対そういう部分が出てくるよね、うん、それをなんか収集つかないような状態にちょっと聞こえちゃうから、うん、まあ、その収集ちゃんとある意味で、つけるんだけれども、収集をつけるっていうのは きちんと弾くっていうさ、ね、矛盾するみたいに聞こえる、そうではなくてうまい具合に塩梅で、いい意味で曖昧さがなきゃいけないし、その きちんと弾くっていうのは、例えばね、同じシンフォニーを弾くんでもベートーベンのシンフォニーを弾く感覚とは違うと思う、うんうん、ラフマニノフ、うんうん、ベートーベンの場合はもっとその音楽の縦のラインっていうのがはっきりしてるから、ベートーベンのシンフォニーを弾く時の感覚とは違う感覚で、その弾かなきゃいけないね、ラフマニノフのシンフォニーとかね、うん、ただそうは言ってもね、こんなこと言い出すとね、話が分かっちゃうんだけどね、ラフマニノフ自身のね、昔の演奏を聴くとね、非常にね、ロマンティックの作品でもすごく古典的に弾いてるんだよね、うん、すっごい縦のラインをね、きちんと弾いてるわけ。やっぱり、ね、作曲家だけあってね、やっぱハーモニー感っていうのはすごい、もう古い録音でもしっかり捉えてるから、うん。なんか、僕はすごいロマンティックな演奏だと思うんですけど、うん、例えばそのメロディーに何かこうメロディーのその、ある種 その情緒みたいなものにふわっと流されないんだよね、ラフマニノフの演奏っていうか、まあ、僕そういう演奏すごい好き、本当はすごく好きで、まあそれはロマンティックに弾こうと思えばいくらだってできるんだけど、まさにそのハーモニー感でね、ピタッピタッと要所要所ちゃんとこう、だそのほとんどインテンポなんだけど、実はそのインテンポの中で歌うっていうのが一番、まあ、僕は高度な、うん、スキルが要されると思っていて、そういう意味でラフマニノフは本当にロマンティック、非常に品性があるというとちょっと言い過ぎるな、うん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 、僕はすごく好き、別にそれを同じようにねいいと思えなくてもそれはそれでいいんだけれども、でももし今より何かこうもう少し高いところを目指すんであれば、最終的にどちらを選ぶかは自由だけど、まだこれまでそこまでやってこなかったことにちょっと向き合ってみるっていうのは一つ、僕もそうだから、今も正直もちろんこれで自分がOK と思ってるわけじゃなくて、やっぱりなんかこれそのいえばいつもちょっと目をそらしてきたなって思うものに結構ね、まだやっぱり手を、うん、つけてはもがいてるから、うん、まあ、その結果どうなるかわかんないよ、うん、
でも後になってやっておけばよかったって後悔するぐらいなら、まあ、やって結局、うん、違ったなだったらでもやったわけだから、その方がいいんじゃないかなと思います、うん、だからやっぱりラフマニノフ自身の演奏が残ってあれから感じるものはそのラフマニノフの音楽ってすごく魅力的なメロディーがね、うん、多い作品が多いんだけれども、はい、全く俳優されてる作品も同時にあるよね、うん、でラフマニノフがああいうアプローチをしてね、例えばショパンのソナタの2番とかも聴いてるけれども、あのなんていうのかな、ラフマニノフの作品自体をやっぱりそのもう悪い表現しちゃうと映画音楽のように捉えて弾いちゃう人がいっぱいいるんだと思うんでね、ラフマニノフはそう取ってほしくないってきっと思ったと思うんだよね。やっぱりそのハーモニー感から言えば、例えばあのエチュードの音の絵ってね、題名をわざわざ音の絵って書いちゃうぐらい、やっぱり色彩感とかそのハーモニー感から来るけどね、そういうものをすごく大事にラフマニノフなりに、うん、追求して作品を作ってて、メロディーは一見ロマンティックなものが多いんだけれども、それで捉えてほしくなかったんじゃないかっていうのを、うん、ラフマニノフから演奏から感じるかな。うん、だからあのねえ、あいつも言うんだけど、ほら他のセット見てるけど、視覚的なあれもあって、ラフマニノフってほら髪の毛短くいつもね、うん、切ってて、そのなんていうのかな、そういうこうなんかイメージ、うん、がある、なんかこう逆にロマンティックな要素はもちろんあるわけ、あるんだけど表面的になんか見せないような美学みたいな、そういう内面的なロマンティックなものであくまでもあって、そのなんか当たりかななんて思うかな、うん、だからいくらでも映画音楽みたいに聴けるわけ聴こうと思えば、うん、まあ、映画音楽が悪いっていうんじゃないんだけど、映画音楽の役割はやっぱりね、その当たり前だけど映画と共にね、うん、ある。でも別にそれが前提じゃないものをやっぱりそういうふうに表現するっていうのは、もしかしたらちょっとある種その作品のなあ、こういう言い方だとかどうかわかんないけど、本来その作品にある価値をあの下げてしまうことも、まあ、これはやっぱりそのアーティストの責任としてね、どこかやっぱり僕は考えることがあるんだけど、それは避けたいよね、うん、あとね、あのこれあのモスクワに留学してた吉永君からあのちらっと聞いたことなんだけども、あの彼がモスクワでね10年支持してたベラ・ゴルノスタエバ先生 あのおっしゃった言葉の中に、ラフマニノフっていうのは、そのね、やっぱねあの感情の音楽じゃないんだっていうことをおっしゃったらしい。その言葉自体は忘れたけど、意味合いとしては、うん、もっと、いや感情じゃなくてもっと普遍的な、まあ、それがもしかしたらロシアの平原であったりとかね、そういうことに置き換えることもできるんだけれども、うん、いわゆるそのそういう音楽じゃないんだってことをゴルノスタエバ先生はレッスンでやっぱりおっしゃってた、うん、だからそのロマン派の作曲家がこう感情表現でもしかしたら書いた人もいるかもしれないよね、うんうん、作品によっては書いてるかもしれない、だけどそういうものとはちょっと違うんだっていうニュアンスでおっしゃってたらしい、うんうん、ただどう書かれようと、僕はあの他の生徒のレッスンにも言ってるけども、やっぱ感情レベルであの演奏はするもんじゃないと思ってるから、うん、もっと、うん、それによって音楽のなんかこう普遍的な感じとか、広がりとかね、軸を超えたね、何かこうもっと何かこう本質的なものに迫る音楽
表面的な、ただこう聴いてる人を楽しませるためだけの娯楽の音楽では、ロマン派の音楽であっても、そういうふうに演奏家は弾くべきではないと思うんだよね、自分の中ではね。どんなにあのメロディーが魅力的であっても、うん、やっぱり演奏家の役割って何なのかなって考えた時に、もちろん いろんな演奏家がいるから、お客さんをあくまでも楽しませる、でその楽しませるもいろんな意味合いがあって、あの本当にあの例えば名人芸をね、技巧で、わっと言わせて楽しませるっていうのも一つの楽しませることだし、それから深い深いね、芸術ね、何かこう表面的な何かこう派手さみたいなものを全部排除するような、それで何かこう人に何かを伝えて、それを聞いた人が深い何かこう感銘を受ける演奏っていうのもあるしね、うん、ラフマニノフも、なんか両方ともあるね、やっぱりね、そのアプローチの仕方が。ああ、うん、まあそれはラフマニノフももちろんだけど、うん、割と、まあ、特に今の現代は、やっぱりその芸術性というものと、その、まあ、商業的な、まあ、要するに受けるものっていうのは、やっぱりだいぶ乖離してきてると思うんだよね。うん、でそれぞれの役割の演奏家がいて、どちらが正しいっていうわけじゃなくて、うん、で実際僕もあのまあ恥ずかしいというかあんまりそう、言いたくないんだけど、やっぱり20代とかは受ける演奏をすごい意識してたっていうか、もうそれでいつもね頭がいっぱいだったと思う、今振り返れば。やっぱどう弾いたら効果的にそのまあ、一応曲の良さをっては、うん、持ってはいたけど、結局なんかその聴衆がどうしたらもっとよく反応するんだろうとか、まあよくばそれがね自分のにとってもね、なんかこう好意的な反応だったら嬉しいなというのがどこか常にやっぱりどこかっていうか、それしかなかったこともあったと思う多分。でそんなことないけどね。いや見てたからずっと、うん、あのだからすごくやっぱりこうね、うん、引き裂かれてたんですよ、その矛盾、自分の中でね。あとはあのこれはその演奏だけじゃないんだけど、例えば映画を見ている時とか、なんか本を読んでいる時とか、まあ人並みにはこれでも、ね、感動することもあるんだけど、その20代の頃の感動っていうのはね、なんか感動その対象がね、映画とかその本のなんか内容というよりは、自分感動しているその自分に感動してるみたいな言葉で言うと、言いたいことは分かる、うん、いやそういうのもハッピーだし、うん、いや大いにあっていいと思うんだけど、まあ、そういう部分人間だ、あの大なりそうなのあるよね。誰か、ね、好きな人ができたりとかあるじゃない、なんかその人は本当に好きなんじゃないんだけど、なんかその好きな その人が好きな自分、そういう状態にいる自分がいいとかね。なんか心理学的にねすごいいろいろ考え、ね、あのさっきの話のその前の話にちょっと戻るけど、あのこれあの多分言われると嫌だろうけど、某あの事務所からあのコンクールに入った時に、はい、あの誘いがあったんだよ。要するに、うん、そこは音楽事務所の仕事っていうのはクラシックばかりじゃなくて、何かこうエンターテインメント的にポップスみたいなものを弾いたりとか、うん、実際そこの事務所でやってる演奏家もいるんだけども、彼はあえてそれを断ったわけ。ビジュアル的にも彼は売れるってね、今おじさんになっちゃったけど、当時王子のようにね若かったし、そういう誘いがあったら彼断ったんで、ね、あそこでバーッと売ってたらお金にもなったしね、もっとテレビとかにも出られただろうにね、彼はやっぱり芸術家になりたいんだなって、
その時に思ったのをあえて僕は言っておきます後になるとね、いい話しか残らないしかもそれは僕はね、なんていうか、いや確かに直感的に、これは違うって思ったのは事実なんだけど、だから直感はね、大体正しいんだけど、でもね、あんまり自分の中でそこまで深く考えて決めたっていうよりは、なんか、違うなと思って、なんか僕にしたのとにかくもっときちんと勉強したいって言ってたのを覚えてる。そういう仕事を始めると、そういう仕事を始めると勉強がおろそかになるし、僕がやりたいことじゃないみたいなことを言ってたような気がする。何様だって感じ。いや当時だって大学2年生だったでしょ。日本語で2位になった時。すごいですね。普通だったらね、いやそれお金は入るし有名になるしテレビに出られるしね、もう半分芸能人みたいなもんだから行っちゃうところだけど、彼はそれをあえて蹴ったわけで、気が小さいね。あと僕は決してその例えばポップスも聴くし、そう別にそういう音楽がね、悪いってわけじゃない、でも仕事ってとしてやっぱりそのやるっていうのは僕の中のちょっと一応ポリシーみたいなのがあって、なんかポップスもできるからお金をもらってやるっていうのは、これはさっき言ったように逆にそのポップスとかまあジャズでもいいんだけど、その価値をね下げてしまうと思うんだよね。そこはやっぱりプロとして、あーなるほどね、つまりジャズもポップスも、まあ他のね、いろんな音楽も別にどれが崇高で素晴らしいっていうんですんじゃない、やっぱそのレベルをどこまで引き上げられるかで決まると思うんだよ。分かりやすく言えばだからね、ごめんね、結局ね、いろんなことできるピアニストってもまあいていいんだけど、結局ねそれってね、器用貧乏って言葉あるじゃん。いろんなジャンルできますって。だけどどれもじゃあ本当にそれを極めてる人から見れば、そこまでじゃありませんっていうことになりかねないんだよね。なんとなくそうなったんだと思う。僕がやっぱりそこで、なんか、はい分かりましたって言えなかったのはそういうのをどこかで感じたんだと思う。でかといってね、自分がそのクラシックで本当にやっていけるっていう自信もなかったんだけどね。何の保証もないよね。本当だって、だってまだ20歳ぐらいの頃だもんね。はい、20か21ぐらいの頃だもんね。20代って一番辛い時期だよね。やっぱクラシック音楽やってて。そうですね。いろんな意味でね、将来に対する不安がまずあるから、でその中でやっていかなきゃいけないからね、みんなね、だから逃げ出しちゃう人いっぱいいるよね、でも逃げ出さなければね、これあえてここで言うのもなんだけど、よくそのね、クラシック音楽ピアノやったってピアノで食べていけるわけないじゃないかっていうね、一般的に日本だけじゃないんじゃないかな、世界中でやっぱ思うんじゃないかな、クラシック音楽で食べていけないからやめなさいっていう考えがねやっぱ多いと思う、だけど僕これやってきて諦めなかった人は時間はかかるかもしれないけどみんな食べてっていけるんだよね、それなりに、だから絶対だ、その食べていけないっていうのはことはないと思う。ただ諦めちゃったらもうそこで食べていけないってことだ。で逆に定年がないからねこれ、生きてる限り体がなんとかなるかり、ずっとやっていけることだから、例えば人によっては例えば、年を取って、体がもう不自由になっちゃったりとかしてね、でもうやることもなくて、なんかテレビだけ見てるみたいな生活をしちゃってる人とかも実際いるわけですよ、ね、僕も身近にいるけれども、で、
それはそれでまあその人の人生なんだけども、でももし音楽があったらそういうことにはならない。何かこう音楽とともに、要するに、うん、もっと楽しみ、うんうん、しかも、うん、実益を兼ねてね、収入だってずっと得ようと思えば得ていけるわけだし、細々そうだよね、うん、だから、うん、音楽やることはすごくいいことだと僕は思う、うん、ああって思ったんだけど、うん、いや本当は後になると、うん、今は、ね、そうは言ってもとかね、なんか多分僕ぐらいの年の人から言われたってまたまたとかって多分ね、そういう時期かもしれないんだけど、でも確かにね、僕も一応、うん、やっぱりこの年になってはこういうことだったのかなとか思うことはすごくたくさんあるし、今も今どういうことなんだろうとかね、あんまり人に言わないけど、聞こえにくくなった時にね、まず考えたのは、これがもし最初から分かってたら、もう音楽とかピアノの道本当に選んだかなって、もしね、そのたらればだけど、うん、でも逆も言えるわけじゃんね、保証があったら、あなたもね、ピアニスト間違いなくもうなれますみたいな、保証があるからやるものでもないと思うわけ。で僕もかなりね、これでもその時はすごい考えたんだけど、でもしこういうふうに音を聞けなくなってしまうっていうことが分かっていても、分かっていたとしても、でも やっぱりやるんだろうなっていう結論に行き着いた。なんでかっていうと、だって少なくとも聞こえているうちはね、うん、それを楽しんだり、まあ苦しいこともいっぱいあるけどやれるわけじゃない。でその結果その後の道は選べばいいって、そもそもだからそうなるから、じゃあやっぱりやめとこうっていうのはなんかまあ運命になんかもう完全にね抗わずに、なんかそう決定論みたいな感じで、なんかそれも嫌だな。でそれと今さっき話したように、やっぱりこう今もすごいなんかね、どういうことなんだろうっていうのはほぼ毎日考えてる。で自分の話すると、なんかやっぱ音楽に問われているっていう感覚はここほんと最近なんか不思議と自分の中でそういう感覚も芽生えてきて、今まで考えたことなかったんですが、先生はどう思ってらっしゃるんだろうとか、聴衆にね、さっき言ったようにね、どう受け止められるかっていうのは気にしてたけど、そもそもなんかこう作品を前にした時に、なんかその音楽が自分に何かをね、その問いかけてるんだろうって、その何を自分は問われてるのかなっていう、そのなんか一つのそのものの見方というか、今までにないなんか視点みたいなのが、なんか最近自分にこう形成されてきてるんだよね。でまあまとまらないけど、うん、やっぱり音楽を、まあ、その時でね、こう距離感もいろいろあるかもしれないし、まあ一旦やめてまた戻ってきたりとかしても、やっぱり長く続けるだけの何か意味は必ず見つかると思う、うん、でなるようにはなる、うん、ここ大事そう、うん、みんなね、20代の子たちはそういう不安を抱えて中でやってると思うけど、うん、なんとかなるんだよ、うん、でもっと言うと、もう僕もそう、自分は半分現役じゃないんだけど、そういうやっぱり若いね、これからの人たちをなんかやっぱりこう鼓舞する、おこがましいかもしれないけど、まあまあ、うん、大丈夫だよってこう励ませるぐらいのことはなんかやっぱりやっていきたいと思うし、まあそれは自分のやっぱり最低限の使命だろうなと思う、うんうん、だから、うん、まあ勝手なことを言わせてもらうと、例えばね、聞こえづらいっていうのが例えばあるわけでしょ。でそれは
そこからそうなってみた人しかわからない感覚で、でもそこから何かを見つけるってことができる。でね、例えばね、もっと言っちゃうと、じゃあ本当にね、聞こえない人ってのもいるわけだ。例えば見えない人もいるわけだ。で、例えばね、音楽家にとって聞こえなくても音楽と携わることができると僕は思うわけ、うん。だって楽譜眺めてるだけで、だって自分の中で、その音楽の、記憶っていうのが絶対あるから、その楽譜を眺めて、その作品を研究するっていうことができるわけだよね。例えばパッと思いつく限り。そうすると、音楽活動ってね、例えば演奏活動だけが音楽活動じゃなくて、例えば僕のように、そのある意味で執筆をする、その音楽について考えたことを発信するっていうことも音楽に携わる仕事なんだよね。だからそれは自分のできる範囲内で、やっていかざるを得ない。でもきっとね、どういう人生が待ってるか俺だってわからないけれども、うん、音楽とは離れられないんじゃないかって思うわけ。音楽とは離れられない、離れずっと、うん、どんな形であれ。あ、それは僕もそうかもしれない、うんうん。だからもしね、例えば見えなくなったりする、ね、何かのあれで見えなくても逆に聞くことはできるね。で、で自分だっていつか突然聞こえなくなるかもしれない、うん、でもそれでも楽譜は見えるよね、うん、そしたら楽譜を見るところから、やっぱさっきも言ったように、いろんなことを想像したり、いろんなことをやっぱりやると思うね、自分なりにね。そのできる範囲内のことで絶対音楽と関われると思うから、うん、きっとなんだかんだ関わっていくんだと、うん、人間ってほら、だって病気になりたくてなる人いないから、ね、もうこれはしょうがないわけで、うん、だ誰しもね、年を取ればね、大抵の人はね、何らかのね、持病ってのはあるわけですよ。たまたまどこに出るかが違う。で、例えばね、僕個人的に持病が長らく、もう何十年ってあったのは、もうずっと治らないだろうと思ってた。だけど、そうね、もう30年ぐらい経つってるけど、もうほとんど治ったって言えるかな。薬必要ないかなって。もう諦めてたんだけど、わかんないわけ。だから河村先生だってわかんないわけ。この後。うん。こればっかりはもう誰も予測つかないから。そう。もう自分の中では僕は自分の持病に関しては諦めてたんだけど、一生背負っていくもんだと思ってたんだけど、もう全然今なんでもないから。うん。だからもうどんどん今、薬飲まないように飲まないようにって。してるんだけど、うん、時間はかかったけどね、うんうん、まあそうですね、希望は捨ててほしくないけど、うん、まあでもね、大野先生のようにこう治る方もいるし、でまあ死ぬまで治らないかもしれない、うん、でもどっちでもね、生き方はね自分で見つけられるから、僕はそう、まあね、治るってやっぱり正直あんまり信じられないけど、でもこのままでなんとかやっていけるんじゃないかなっていうところまではね、なんかおかげさまでいろんな方にこう引き上げてもらえて、むしろ何の問題もなく聞こえていた時よりも、なんか、すごいやっぱり本当に幸せだなって感じることが増えた、うん、本当、綺麗事かもしれないけどね。そんなもんなんだ人生これから生きていくとわかるけど、あれね、マイナスの分だけね、必ずプラスがあるんだよそんなもんなんだよ、ね、うん、でね、それはね、だからね、駆け引きみたいなもんでね、演奏の中にもね、プラスとマイナスがあるわけ欲の中にも、うん、やっぱりここぞっていうところをね、やっぱり一つ設定したら、そこのためにね、逆に少しちょっと
抑えるというか、だからその抑えるっていうのはある意味我慢しなきゃいけないかもしれない。もうなんか歌いたい、ああもっとやりたいと思うのをあえて、でもその分だからここが際立つから、ね、なんかやっぱりこう全ての成分どのパラグラフにも気持ちを込めます。それはやっぱりこうそもそも無理だよ、さすがにこういう作品になってくるとね、だからそのままなんだよ。だから宇宙の法則に従ってるんだよ全てが、いろんなことが、そういうふうに思える、これ別に変な宗教でも何でもなくてね、宇宙的な、まあね、観点で考えた時に、すごくそういうことを思うようになったかな、だからほらいいことがね、普段日々生きてね、例えばあるし、嫌なこともあるわけじゃん実際ね。で不思議なもんで、例えば嫌なことがあるといいことが次に来たりとかね、その、なぜかね、自分で意図しなくてもね、そんなもんだよね、そうそうそう、音楽もさ、なんか僕はちょっとこれを言うと、反論されるかもしれないけど、なんかもう一音たりともね無駄な音はないってよく言うでしょう、はい、でも僕ちょっとねあえて来たか、そこに来たかあえて言う、でひねくれてるいや本当かなと思うんだよいや本当の本当に一音たりとも無駄な音がないだとしたら僕ね弾けないよ無理だよそんなの。あのね作曲家はもちろんね、はい、立場になって考えればね無駄な音はないんですよ、ですよね、だけどね、演奏家の立場から考えたらね捨てるべき音ってのはあるんですよやっぱ優先順位があるんですよいやもちろん体には入ってるんだと思うんだけど、それこそ全部聞き取ろうとかねだって言葉だってそうでしょ、そうですね、でしょ、日本語で話したって全部の単語をちゃんと聞こうと思って聞いてないけど意味がわかるわけじゃん、はいはい、だからそすの何から何まで全部なんて無理だよ、そう思うよ、そうだから一音たりとも、無駄にしてはいけないって言いたい川村先生の気持ち一般にはね言われることだけど、いやでも本当にそうかなって、でもこれ俺が教えたことじゃないよいや言っとくけどそんな教えはしてません彼にでもいい音があるだって言った記憶はないですおかしいなそういやでも、もうだからこういうことを話してもいいかなと思って、こうやって言葉にしてるんだけど、例えば一日一日をね大事にっていうのもまあそれはわかる、すごくわかる、だけど本当に毎日今日一日をもう悔いのない日にしようって、いやもうね生きていけないですよこの先絶対無理ですよそしたらさ、毎日さ、明日死ぬって前提で生きるようなもんじゃん。そういう構えっていうのは、音楽にも、もしかするとね、時に。あのね、マイナスになるんだよね。そう。演奏する上では。だってもっと言うと、まあ一日ね、なんか、あ、今日なんかすごい棒に振っちゃったなとかって言っても、逆に無駄にね、過ごすっていうのは究極の贅沢でもあるわけ、で音楽にもそういうやっぱり余白が時に感じられないと僕たち窒息しちゃうよ、だからまあちょっと強引に最初の話に戻すと、まあね今すごい、いや遥か彼方まで行っちゃったからねそう、もう多分45分ぐらい前からずっとねどこから戻せるかなっていやでもね大事な話だから、大事な話だから、これをビデオ見て人は何言ってんだと思うかもしれないけどいや絶対大事だから、
そうだから、まあ、ある意味でその最初に弾いてくれたアプローチっていうのはその場その場にあるものに対してすごくこう自分が一生懸命ね、まあ、対応はしきれてなかったかもしれないけどでもなんか反応は、うん、そう感じられる演奏です。それはねとても好意的に受け止められるんだけどでも辛くないかいって、うん、本当にそれだけで自分はなんかこの作品を感じきれてるって胸を張って言えるかどうか多分ここからの課題だと思うんだけど、うん、すごくポイントついてると思う、うんうん、すごく大事なことだと思う、うんうん、だからもうね全部の音をねしつこいようだけどもう全部大事にしてね全部なんとかしようって思いついてたきちんとって教わったと思ってたんですよ。ああそうだあそう説明の仕方が違う忘れちゃいましたね昔のことでだからね例えばね、たまに音出せって見てる人は思うんだけどこれだってね、はいそれに、すごく難しいから両手で弾けると。それは何かこうその引力に何かこう引き寄せられるような感覚っていうのがハーモニーが持っている何かがある、うん、だけど全部の音が全部が同じく等しく正しく聞くべきではない。そういう考え方って割と多いんだけどもそれやっちゃうとついつまが合わないんだよ、うん、ハーモニーっていうのもね、役割があるからそれぞれ、はい、うん、まあある意味でみんなね存在は等しいんだけども だからって言って何ていうのかな同じ等しいからといって同じ何ていうのかな平等ではない、公平な、うん、そう、うん、言葉で言えばね、だからオーケストラでねまさにそのみんなそれぞれこうね手前でミラティティと歌い上げる、でもその少し先で木管とかはね、もうすでにそこで距離が違うわけ。でも公平に音楽をね、やってるわけ。平等じゃないかもしれない。だからその先生がおっしゃったように、いろんなその濃い響きとか薄い音色とか。っていうのはあと長さもあるよね、はい、長めの取る音と短めに取る音と、うん、そう、何かその単にこの楽譜っていう二次元の中でこう層になっている
そういうレイヤーじゃなくて、もっと3次元のその奥行きとか、あとはまあ時間が働くから当然4次元まで行くよね、最終的には。そこをやっぱりこう、まずは今の先生が弾いてくださったような演奏から、もう一度ちょっとこうイメージをね作り上げて、あるいはそういう感覚がそもそもなかったとしたら、ちょっと目覚める必要があるかもしれないね。うん、でもきっとできると思うよ。僕も、うん、昔そんな聞き方とか捉え方は全然なかったけど、やっぱり続けていく中で、で先生のこうそういう影響を受けていくうちに、だんだん徐々に分かってきた。うん、面白いもんでね、今ねちょっとね、要するにね、何かっていうとね、教えてる側の先生であっても、言ってることとやってることに矛盾があるなって生徒の側の時によく思ったもんだって、ね、なんかね、そんなこと思ったことない。もう一回言ってみて。その、生徒の側だった時に、はい、先生から言われたことで、はい、言ってることが矛盾がある。例えば、何だったっけな、なんでそんな話になったかっていうと、とにかくその、きちんまずそのプロとしとしての基礎で、きちんと全部粒を揃えて弾けるようになるっていうのがまず訓練として一般的にあるわけです、うん、だけどそれは音楽の観点から言えば矛盾してるよね。必要ないことだよね、はい、僕に限らずそういうふうに思ってる人はもう今の時代は多いと思うんだけど、でも僕が子供の時っていうのはやっぱそういうの教育がもう徹底的に、強かったあの時代だったよね、はい、今の先生方はそういうあれは少ないくなったと思うけどね。でやっぱりそうは言ってもやっぱりそういう部分が残ってるって言えばまだ残ってる、だからそれがその矛盾しているようだけど、なんか残ってるような気がするんだな、なんか感覚的にどっかに、なんかこうきちんと全部の音をなんかコントロールしたい、コントロールしたいみたいな。でね、もっと言っちゃうと矛盾、今思い出したけどレガートっていうのがあるでしょ、はい、何をもってレガートかっていうのがね先生によって全然違うわけ。でね、よくねこれね日本人の先生だけですけど、ロシア人の先生でも言うんだけど、レガートの定義としてこうやってね、指を次の音まで絶対離さないっていうのがレガートの、だからレガートに弾かなきゃいけない、これがレガートっていう前提なんです、ね、だけどじゃあね、例えばペダルを踏んでこうやって離しちゃう、これも僕はレガートだと思って、僕は、ね、あえてその僕が作った言葉で響きのレガートっていう呼び方をする、で、一般に例えばショパンを弾くときにね、レガートで弾きなさいって、もっとレガートで弾きなさいって、レガートってのはこういうもんですって先生が言うわけさ、多くの先生が。じゃあね、これそうやって弾きますかショパンのこうやって弾く人いますかって、これはレガートじゃないんですかってことになるわけで、その矛盾に先生自身が気づいてない。一般にはこのペダル踏んで、要するに僕で言うところの響きのレガートでダーッと離しちゃってるね、それレガートでも離れない、そういう先生からですだけど、そこの矛盾っていうのかな、例えばね、よく思うんだけど、だからその教える側だって絶対じゃないんだよね、その、難しいですね。
やっぱりそのそれこそ僕はあんまり教えるっていう言葉自体が好きじゃないんだけど、でもやっぱりこう伝える立場ではあるから、その言葉の選び方とか、あとはやっぱりどうしても矛盾、あれ先生なんか前言ってたこととなんかそれ矛盾してないっていうふうに捉えられるのはこれはまずいと思うんだよね、やっぱり本当に。あるいはまあそう感じたらすぐに質問ができるような雰囲気はちゃんとやっぱ確保しなきゃいけないと思っていて、まあ、例えばその粒のね、粒を揃えることがじゃあなぜ必要なのかっていうことをちゃんと説明できなければ粒を揃えなさいって、ね、一方通行ではこれはやっぱり将来苦労すると思うよ。で僕は例えばその時にまあ、粒を揃えるっていう言い方はあまりしないんだけれども、例えばきちんと形をね作った上で、でもあえてそれを崩すことと、そもそも崩れてるのは違うよとかね、あとペダル踏めばね何でもレガートになるってわけじゃないよと、必ず説明をする、そういうつもりになっちゃうとこもあるから。でも粒を揃えなさいとは言わないし、ペダルを取ってレガートで弾けなきゃダメですとは言わないんだけど、でも本当に一応僕もそれなりのまあ曲折もあって鍛錬は積んできたつもりだから、そこはやっぱり何でもありじゃないし、確かに別に機械的に弾こうなんて誰も持ってないと思うんだけど、でもちょっと無責任にもっと揃えなさい音とかって言ってしまう先生は残念だけれども、うん、まあまだいらっしゃるのかもしれないね、うん、で逆にまあそれはそれとして自分で考えることも大事だから、別にそう先生はおっしゃっていても、うん、自分は自分の中で思考をこう深めていってね、ましてその先生に分からせようとか そんなことは別にしなくてもいいわけで、鵜呑みにしてしまうのもまたね、まあある年齢になったら気をつけないといけないだね。あのね、自分がね気づくか気づかないかなんで、たまたま僕は気づいたんだけど、ツボを揃えてね難しいパッセージをノーミスでね弾ける人の演奏を聞いた時に、ある意味でそれができるってことはすごいことだなって思ったと同時に、聞いてるこっちは威圧感を感じた。威圧感とか圧迫感とか何かの違和感、うん、あまりにも粒が揃ってるから不自然に聞こえるわけ。うまいんだけど何か違和感を感じる。そういう演奏を昔から学生時代とかね聞くと、日本人の演奏家がそうやって粒を添えてバーッと弾かれると、うん、って思ったね、なんかね。で実際 LP の中でね、はい、当時ね、はい、まだ CD まだ出てたけど、まだ1枚4500円とかそんな時代だったからね、高くて買えないわけですよ、はい、まだみんな LP でどっちかっていうと、はい、どっちでも売ってたんだけど昔はね。で LP で聞くね、誰でもいいけど、例えばマルタ・アルゲリッチが当時ね、まだ若くて、はい、すごくこう活発に活動していて、まあ、僕なんか好きな演奏家の一人だったけど、厳密に聞いて粒が揃ってる方は揃ってないんだよ。バイアスですね。ね、そうするとだけど粒が揃ってないけど心地いいわけ、聞いてるね、はい、で LP の世界の中を例えば現実に、例えば学校で学生やね、日本人の演奏家のリサイタルに行って、はい、同じ感動をするかとか同じ感覚を持つかというと全く別物だっていうことに気づいた。学生時代遅まきながら、まあでも遅まきながらでも気づいただけよかったと思う。だからそういうことを生徒には
か言わない。自分はそう思わないから。うん。でもそれに気づかない人はきっとそれを言うんだと思う。うん、生徒にね。だから、例えばある友達がもうすっごいテクニックがあって、もう見事にツボを揃えて、ね、曖昧な音が一音もなく聞くわけ。うん、うまいんだけどいつも聞いてて。なんかね、息苦しいっていうか、うん、なんとも言えない不愉快な感覚になったんだよ、僕は。理屈じゃなく、うん、で、あ、こうは自分ができるつもこうは弾きたくない。自分は幸いできないけどそんなことはね、よっぽどその友達の方が器用でそういうことができちゃうんだけど、うん、でも違うなと思った、正直。僕が求めてる音楽じゃない、うんうん、あ、さっきのごめんなさい、アルエレッチの話はバイアスっていうんじゃなくて、多分そのいわゆるその一般的な音楽学校の中のその価値観とアルエレッチの、まあ、演奏はかなりこう乖離してるっていう意味ですよね、うん、あ、そうです。あの、うん、バイアスっていうのはね、結構ね厄介で、例えばすいません、あの日本語で言うとどうなります？ちょっと間違えて捉えてみて。バイアスっていうのは、あ、じゃあ例を挙げると、うん、例えば身長が高くて年収がね、いい男性はモテるとか、あとは、この中に B 型っている。B 型です。まあじゃあ A 型はね、繊細とかね。あ、これ何の科学的根拠もないから、ね、昔から言われてるけど、でもなんか A 型とか B 型とか AB 型とかみんな好きでしょ。これバイアスがあるか、偏見というか、なんかそうなんじゃないかと思ってしまう。あ、つまり例えば外国の、あ、だから そういう意味ではだからアルゲリッチは違うね。うん、さっきの話の流れではね、うん、でも一方で今の、まあ、ちょっと誰とは言えないんだけど、まあ、ペレトニョフっていうピアニストがいるね、まあ、まあいい悪いは別として以前、オールモーツァルトのコンサートを演奏して、僕も聞きに行って、え、一緒に行ったじゃん。あ、それじゃないかもしれない。あ、それの時じゃない。はい、あ、オールじゃなかったね、あの時は、ね、はい。前半がモーツァルト。そうそうそう。一緒に行った時はね。はい、で、まあ、非常にね、個性的な演奏をされて、で、まあ、たまたまその会場に、どちらかというと、そのアカデミックな、場で普段は、こう、まあ、指導なり、活躍をされている、ピアノ界の先生方も結構いらっしゃって、で、僕ね、すごい、まあ、興味深いなと思ったな。僕は別にペレトニョフの演奏がそんなに好きなわけでもないし、でも、別に自分の価値観とね、合わせて、なんか比較するつもりもなかったんだけど、その、割と多くの、この教育機関なりに携わってる先生が一応に、あのモーツァルトは、もう、すべて正しいことをしているっておっしゃる。いや、え、普段そういうふうに教えてらっしゃるのかなって、てんって。いや、これがまさにバイアスなの。かつて、最高式で1位を取りました。で、今、指揮者活動もね、はい、で、まあ、某メーカーでね、ご招聘して、で、またそれでご招待で聞きにいらした。日本の先生方、そんなもんなんだよ、人間だからだ。やっぱ人間って本当弱いんだなと思って、僕すごくそれはね、まあ笑い話、ちょっと僕の立場ではね、あんまり笑い話にさ失礼なんだけど、あ、人ってこんな単純なんだと思ったのをすごく強烈になんか今も覚えていて、だから粒がね揃っていないのはダメとか、粒が揃ってるからいいっていうのも、もしかしたらその程度の思い込みで、いや決めつけちゃいけないけど、そんな次元、そのぐらいの浅さでしかおっしゃってない可能性もあるかもしれない。
だとしたらやっぱり自分でものを考えなきゃダメだよね、僕たちはね。そういう人たちがダメとか悪いとかそういうことを言いたいんじゃなくて、やっぱり違うものは違うって自分の何かその感性を逆に信頼できないといけないと思う、うんうん、という話だからなんか無意識のうちに粒を添えようとかっていう意識が働いてるような感じに聞こえた演奏、うん、なんかなんかきちんと弾かなきゃいけないっていう方がちょっとあるのかな。なるほど、多分そんなつもりはないのかもしれない。いやそうですね、うんうん、でもね、きっと自分が何やってるかとね、人の演奏を聴いてる時のあれ多分違うと思うんだよね、やっぱり。ああ、まあそうですね。そうそうそう、はい、それはあるでしょ。ありますね、うん、はい。だって人の演奏を聴いてる時にさ、きちんと粒が揃ってる演奏を聴いて、やっぱ僕と同じように、いや思います、ね、違和感を感じるでしょ、はい、絶対思います。てか思います、はい、自分がやってるつもりないでしょ。ないですそんなもんだ、うん、だそれがだんだんね、あの一体化してくるっていうか、ね、うん、やってくると、うん、そういう部分はね、自分が、うん、理解できたらすごい、ね、昔ね、ホロヴィッツ、いやそんな好きではなかったんだけど、スクヤビのエチュードでどうにもなんかこう行き詰まっていて、先生からも本当にこう響きも本当のなんていうかこう作り方もすごくもう細かく教えていただいたんだけども、点でダメで、でその時になんかスクリアビンのあれちょっといいなと思って、そのホルビッツが弾くで1週間ね、あもう本当にあのなんだろう、寝食忘れるぐらいに、もう聞きまくって、聞くだけじゃなくて、聞きながら弾いて、もう完コピで、もうほら、自分じゃ分かんないから、何がね、自分の中にこう、入ってるのか、もう分からないぐらいに、もう、よし、これだろうと思って、先生に、翌週聞いていたときに、ぶんちゃん、この一週間何かあった一体どうしちゃったのこれってあの昔は文ちゃんって呼んでましたから、川村先生だ。いやだからその時思ったんで、僕はやっぱ自分が良かれと思ってなんかやってたんだけど、そのうちなんかもう全然分かんなくなっちゃってたんだ、そう分かってないっていう自分にすら気がつけてなかった、相当異様だったんだと思うんで、あの覚えてないの当時の反応はね、もうショックだったいつもならなんか、お兄ちゃんとかって言ってね、なんか冗談っぽくね、はい、諭してくださるのになんかあったなまあ、解決策はないけど、でもだんだんなんかこう、あこういうふうに今自分が表現していることはこんなふうに届いているのかなっていうのが、少しずつそのギャップが、埋まっていくんだとは思うけどね、逆にそれが全くなかったらやばいと思う、ね、本当に要するにこう想像力がないってことだから、それってある言い方をねちょっとすれば、先生あのそろそろお時間も迫ってきてますのでまとめを総括していや本当聞かせていただいただけで終わってしまったけど、いや大事な話、いやあのテクニカル的なことをそうだね
話させてもらうとすれば、やっぱりいきなり全部の音を処理していく、処理っていうのはあまり情緒がない言い方だけど、やっぱりそれは難しいと思う。まあ、少なくともいくつかのセーブをピックアップして、もうちょっとその自分の中のキャパシティがねちゃんとある状態で、で比較していくといいと思う。例えば ABCD って4つ3つのセーブがあったら A と C だけとかで、そうすると B と D は聞かなくても済むから A と C をもうちょっと比較しやすくなると思うし、でもちろん A と C っていうのは全然違うから、それこそその、どちらの方がこう、濃く響かせるのかとか、その動きのね、例えばこう自然になんかこう流れていくような動きを取るのか、結構その主観的に歌い上げるのかとか、そういういろんなものが、まあ、2世ぐらいだったらいけると思うかな、うん、ちょっとそういうふうにまあ、この作品じゃなくても、これからポリフォニーとか重層的なピアノ曲に取り組むときには練習の中で試してみるといいかもしれない。でこれは本当にほとんどの人に同じことを言っているんだけど、大きな時間感覚を持ってほしい。でそれを言い換えると、まあ、フレージングなんだけど、フレージングって書いてないから、基本的に自分でやっぱりそのちゃんと把握した上で、で常にその、ね、大きな時間感覚、はい分かりましたって言っても方向性がないとやっぱりそれをまとめ上げることはできないので、例えば一小節先を常にこう頭に思い浮かべながらこう下ろしてくるみたいな、もしできればもうちょっとね2小節先とか本当に身についてきたら、次のフレーズをもう準備しているようにそこへこう音楽を運んでいくような、そういう感覚っていうのを持てるようになってほしいかなと。まあ、逆に言えば今弾いてるところにやっぱりこうなってしまいがちなんで、みんなねそれをもっとグッと広げて、また機会があればぜひ聞かせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。